グラビティヒルの一例、グラビティヒルとは実際には非常にわずかな勾配の降り坂となっているのにも、かかわらず周辺の地形の影響でその坂がまるで上り坂であるかのように人の目には見えてしまうという作詞を引き起こす場所のことである。なお、グラビティヒルはマグネティックヒル、ミステリーヒル、またグラビティロードなどと呼ばれることもある。 グラビティヒルでは、ごく緩い勾配の振り坂が、人の目には、上り坂であるかのごとく見えてしまう。したがって、この、上り坂に、例えば丸い缶やボールのような、転がりやすいものを置くと、重力に逆らって一人でに坂を転がって、登ってゆくように見える。これはあたかも磁力か何かによって缶が引き寄せられているかのようにも、あるいは、超自然的な力によって、 缶やボールが動かされているようにも見える。このように、この上り坂では一見超自然的な力が働いているようではあるけれども、実際のところは周囲の地形の影響でごく緩い勾配の振り坂を上り坂と見てしまう人の作詞の結果に他ならない。つまり、ここに置かれた丸い缶やボールは、ただ単に重力の影響で坂を降っているだけなのである。当然ながら、 自動車の場合も車輪に動力を伝えていない状態にしておいたとしても重力の影響で登り坂に見えるこの坂を登っていってしまう。従ってグラビティヒルでの自動車の扱いには注意が必要となる。なお自転車競技の世界においてこのような道路はフォルスフラットとして知られている。この作詞を引き起こしている最も重要な要素は地平線である。 ごく緩い勾配の振り坂の先には別な坂があるなどして、このごく緩い勾配の振り坂の先に地平線が見えない状態にあるとき、つまり明確な参照物が失われた状態にあるとき、人は坂を正確に判断することが難しくなることが関係している。他の要素として実際のところは傾いているかもしれないのに地面から立っている物体は普通は地面に対して、 大体いい垂直になっているものだとみなしがちなことも関係する。グラビティヒルは世界中にたくさん存在し、場所によってはグラビティヒルであることを知らせる看板などが設置されていることもある。ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・リバーサイド・アーティクル・オン・フェノメノン。ありがとうございます。